はい、どうも、ヤドロブです。はい、で、まあ一応このはしごなんだけども、なかなか多機能だね。多機能なところがあり、まあ大体こうやって使うと、おう、これは多分アングルが悪いな。まあこうやって立てて使うと、こう作業台にもなると。あと作業台と、あと足場に、あとね、ちょっと別売りで足場 鉄の板があるから、足場を使えば足場にもなるみたいな感じですね。まだで、あとはこの足場の板は来年買うとして、まあ塗装業として買いますね。まあ結局、まあ、うん、来年か、来年言ってるから、まあしょうがないよね。うん、予算って多分クラウドファンディングに踏み切れない理由として、多分はその、なんだろう、簡易宿泊とか、その農家民宿とかには、農家民宿にはできるんだけど、民泊とかね、事業主滞在型の宿泊施設にはね。で、そのまあ、そうするとちょっとキャパが足りないのと、まあ、それじゃちょっと収益率が足りないんで、それのためにクラファン使ってもどうなのかなっていうのは正直あるんで、まあ一応こうできたんで、まあこんな感じですね。なので、じゃあちょっと屋根の上登ってみましょうか。はい、イーズログです。はい、で、今ちょっとね、とうとう屋根を登りました。意外と超滑る。はい、で、こいつを取り外したいんだがどうしようかなというところですね。どうしようかな。そしてこれも、これで、まあ、この煙突の下がでっかい給湯器なんだけれども、まあ一応ここら辺でビューでも見てみようか。これどうしようか。ちょっとこの BS スーパーリッシュ、この皿を撮りたいんだが、カメラを固定するところがないんだわ。まあこれでいくかな。命綱ないからな。粗末だな。ちょっとこれは一部始終が取れないな。はい。取れねえ。まあ、錆びついててどうもこうも。はい、イズロです。錆びついててどうもこうもね、動かん。なので、
まあ、一応線切ってブスッと抜いて終わりでいい、じゃないと俺が死ぬ。のでまあ一応これだね、このビスがまだ新しいからこれを2本抜いてブスッとやります。でちなみにこれが我が新居の屋根の上からの光景でござる。いやでも屋根の上っていいね、もう登らないんだけど、どうやってあれはしごを降りたらいいのかがよくわかんない。ちょっと多分撮影してる余裕ないからちょっと割愛。はい、作業風景割愛しました。いや、アンテナなんとか取れたね。で、まあこれで NHK 対策ですね。NHK 対策命がけでやったんですよね。ね。なので、まあ一応これを屋根の下にぶん投げて、まあ一応これくず鉄屋持ってって多少金にすっかなって感じかな。多少のお金になればなって感じです。まあなんないかもしんないけど。まあ一応持っていくだけ持ってきます。で、まだ残留物処分が終わってないんで、まあそれを終わらせてから、いやでもまあ部分的に終わらせて来年か、やっぱりゴールデンウィークか、そこに合わせてやっていこうかなと思います。はあ、やだね働きに行くのって。はい、イーズログです。今アンテナ撤去終わったんだけど降りられません。なんかね、屋根の高いところに登って降りられなくなった子猫ちゃんの気持ちがね、よーく分かった。いや、でもこれからどうしようかな。どうやって降りればいいんだろう。どうやって上がったのかよね。上がれたんだから降りれるはずなんだけど、一番ね、屋根から脚立に、はしごに降りるときが一番怖くて、できない。で、いる。あー、どうしよう。はい、どうも、イズログです。ようやくね、降りてきたんだけどさ、足がね、すごいガクガクブルブルしてるんよね。これね、いまだにね、怖いんよ。超怖い。はい、で、これらこのね、4.6 って長いんだよね。なんで長いんで、一番上を降りるときは折りたたんで登りました。でそうするとなんかうまい具合に屋根に引っかかって、なかなかいいはしごになるんで、で本当はねこれ降りるとき邪魔だからね、はしごって長すぎるとダメっぽい。だいたいね、あの動画撮り終わってから今30分40分ぼーっとしてた。降り方わかんなくて、なんかこうやってなんかこうやってたりね、足をはしごにかけては足がつって断念とかね、足がつって断念とかしたからね。いやでもね、生き返った、生きてる。そしてこやつを分解して、まあくず鉄屋に持ってきます。まあこれは NHK 対策ですね。